こういう組み合わせの中で、出来上がってるわけですね。で、ところが電解体力計算の告示で載ってる部分っていうのはこの頭のところしか書いてない、具体の応答の話だけが告示っていうか出ているわけですね。ですからそれ以外の各部構造の設計は全部任されている、それで使用規定じゃなくて性能規定なんですよね。でそこを全部自分で責任を負わないといけないというのが限界体力設計ですから、私は先ほど言いましたように大学の問題だと正直思っています。それで鈴木先生のマニュアルはものすごくよくできていると私は思っています。で、あれをやれば相当の精度でいろんなものの性能を確認できるというふうに思っていますけれど、あの中に、鈴木先生の本でもいろんなところね注意書きが書いてある、いっぱい書いてあります。接合部の話であるとか水平鋼面のきちんと一致してて大丈夫なのかとか、そういう心配があるものはみんな確認してくださいって全部注意書きがしてあって、でそういう注意書きをきちんとできる人があれを使うわけです。ですから先ほど言いましたように大学の問題だっていうふうに、まあ、思ってるわけですね。で、あの中で、ですからまずは、荷重変形関係を足し合わせるということですの でその時に先端変形の卓越型だけを扱うというふうにもう宣言してますね。ですからそういうものだということをまず確認できなきゃいけない。あるいは今言いましたけども水平鋼面についても、一体として扱っていいかということを確認できなきゃいけないですし、荷重変形関係を足し合わせるんであれば実際の建物の中で、必ずそういう荷重変形関係を描くんだということをやっぱり確認できなきゃいけない。でそのために例えば、接合の、壁の接合関係が立体の中でですね、今普通の強力度計算でも2階の柱の引き抜きは1階のところまでつながるから1階の部分の柱には引き抜きが差し合わさって引き抜きがかかるとかそういうことがありますよね。でそういうのをきちんとやっぱり確認できる手順っていうのが、これからですね補足していく必要があるんじゃないですか。ですから鈴木先生の方にはみんなそういうの書いてあって注意事そういうのを確認してくださいっていうのは書いてあります。でそれを確認しないでエクセルで足し当てだけをして先ほど言っちゃなんですけどもそれで展開体力計算の全て終わったっていうのはだいぶちょっと違うんじゃないかなというふうに思ってます。それから、例えば、まあ、多分この後また議論が出ると思うんですけど30分の1大体の議論が出ると思いますけど当然30分の1を超えて15分の1ラジアンまで大丈夫だっていうことであれば15分の1ラジアンにまで、崩壊しないということは確認できなきゃいけないんですけれども鈴木先生の本の中でもいろいろ注意書きがしてあって、例えばあれですよね、差し鴨居の垂れ壁の柱の実験のデータのところには、20何分の1かのところで柱折れますと書いてあります。鈴木先生の本に20分の1で折れますと書いてありますよ。で先ほどあれ山部さんの実験でしたっけ、あれでも、17分の1ぐらいで柱折れてますよね。で柱が折れるっていうのを許容する、15分の1までで設計するっていうことはそういうことですよね。それを本当に大丈夫なのかとかそういうことをきちんと確認しないで15分の1までっていうのはかなり乱暴な議論なんではないかなっていうふうに、まあ、思います。それでまあ、ですからどのくらいの何て言うんですかね、こう安全限界を取れるかっていうのを、どういう構造要素を組み合わせているのかっていうことを確認しながら、設定その安全限界の設定の仕方なんかもある程度ルールを決めないと、そらみんなね大きい15分の1まで大丈夫ですっていう設計ができる方がみんな設計者であるからやりたいのは分かりますけども。本当にそうなんですか。例えば地震の応答解析をしても、30分の1を超えてそれから先の応答結果っていうのはかなり
なんていうんですか、偶然性があるような、オート解析せずに、その先15分の1で止まるのか、10分の1でいくのかなんていうのは、減衰をちょっといじれば変わるし、過重変化をちょっといじるだけでも変わります。その要は、30分の1よりも大変形の領域って信頼性があまりないんですよ、オート解析をやっても、大体が。でそういうものを15分の1で対応するっていうのはやっぱりすごく決断のいる話です。本当はですから鈴木先生の本の中でも例外のところでお寺の方は、確か15分の1まで大丈夫だけどもう安全を見込んでこの建物30分の1で例外やりますっていうのは書いてありますよ。そういうことをやっぱりきちんと確認しなきゃいけないので、まあ、鈴木先生のマニュアルって言いますかね、あれをそういうところを少しずつ補強していくということで、これから3年間ですね、できればやりたいなと思っています。はい、ありがとうございます。